は伏して待ちわびていました。楽しみです。あの匂いがもう漂ってきてますね。少ない、29キロほどです。子供たちが待っとうからね。踏まえて帰ったかって帰ったら、どれぐらいかかるんだ。去年は15分ぐらいかかったんだ。田舎に送る。待ってるね。朝なんかやったら、おばちゃんがずらっと並んで、言うた春の動物誌言うんか。春の訪れを告げるというイカナゴですが、今年はかつてない不良が予想されているんです。親も人も少なくて、で治療もやはり必要として、うなぎもそうやん。増えすぎるとやっぱり翌年減るという傾向はありますけれども、去年はねそれを考えて早めに量を切り上げてますね。とだからこういう取りすぎたということもないと思うんです。